Hey, what's up? キャプテン虎次郎です。今回は超便利タンクの立ち回りと HUD 設定を解説するよということで質問相談いただいてるんで読み上げます。トラジオパイセン、はじめまして。最近やっと40の世界に入ったレベル45のナイトです。ようやくヘイト取りになり始めましたので、次のステップに進むべく自分のプレイスキルを上げようと奮闘している中で、疑問というか指南をいただきたいのでよろしくお願いします。質問は2点です。まずダンジョン攻略でヒーラー DPS のうち、特にヒーラーの HP と立ち位置をよく見るようにしています。タンクとしてパーティーが生き残るためにヒーラーを優先に注視するって正解でしょうか？かっこヘイト取りができるようになってきた後にすべきことが知りたいです。次に、少しでもパーティーの状況が見やすくなるように画面の HUD を変更してますが、パイセン的おすすめの配置とかあれば教えてください。よろしくお願いします。今日もセシルやスノーを目指してエオレゼアで頑張るぞ。はい、ということで、まあ、今回 ID での質問なので、まあ、ID 基準で話を進めていきます。今回お話しするテーマはこちら、戦闘中意識すること、HUD 設定、この2つのテーマでお話ししていきます。まず戦闘中意識することってなんですけど、全員の立ち位置、防御バフ、ヘイトリスト、パーティーリスト、バフ、デバフ欄、まずヒーラーだけではなくて基本全員の立ち位置を確認するようにします。もちろんヒーラーに注視するっていうのも大事なんですけども、そもそもタンクは仲間全員とは反対の位置で敵を引きつけて処理するので、例えばザコがタンクに前方範囲攻撃してきたとして、これがヒーラーに注目してしまっててヒーラーには当たらなくて安心なんですけど、 DPS を巻き込んでしまうと元も子もありません。 DPS が被弾するとヒーラーはそっちに回復に手を取られてタンクを回復できなくなってしまう可能性があるので、まあ、もしヒーラーが極端な初心者だとタンクがピンチに陥ります。まあよっぽどのケースなんですけど。よって DPS がどこにいてどうすれば範囲攻撃を巻き込まないようにするかまで考えておくと、とっさにギミックを処理する時も自分も仲間も動きやすくなります。あと大事なのは、戦闘開始後ヘイトを取るのと同時に防御バフを使って非ダメージ量を抑えるのも基本中の基本です。次にヘイト取りができるようになったものの、ヘイトが取れているかは常に確認する方がいいので、ヘイトリストを見ます。パーティーリストの一番左側にある部分ですね。ヘイトが1位だと赤くなっているのでこれで OK なんですけども、雑魚戦など複数雑魚がいるときはヘイト漏れすることっていうのはよくあります。パーティーリストだけだとそれが確認できないので、もう一つの敵対リスト、こちらを確認して敵手を取れているのかを確認するとなおよしです。敵の色がね、黄色だと取れてなくて赤色だと取れているっていうのがデフォルトの設定になっています。それに伴ってパーティーリストも見ましょう。例えば雑魚のヘイト漏れが起きていたとして、味方が攻撃されていると味方の HP が減るので、それで漏れが起きているということを確認できます。ヒーラーだけではなくて DPS の HP も減っていると同じようなことが考えられます。範囲攻撃にあたって HP が減る場合もあるのですが、 HP の減りというものは一つの指標になるので参考にしてください。あとは応用になりますが、パーティーリストのバフ・デバフ欄をチェックします。ここで状態異常が起きていたりするとアイコンが出るので、自分と味方含め状況確認が可能になります。基本は自分のバフ・デバフ欄を見るのが大事で、例えば何かしらの状態異常でダメージを大きく受けてしまう状態になったとします。そこでデバフ欄を確認して状態異常になっているのを確認できていれば、それに合わせて例えば防御バフを使って非ダメージ量を抑えるということが可能なので、ヒーラーの負担軽減にもなるし、ピンチを乗り切れるっていうこともあるので、自分の状態を確認するということは大事です。これらをスムーズに行うには HUD 設定を自分好みに設定するといいので、次のテーマで解説します。 HUD 設定なんですけども、まずざっくりとまとめてみると、できるだけ不要な情報を減らす、バフデバフ欄を独立、自分の HP を見やすく、パーティーリストを見やすく、ジョブゲージを見やすく、ここまですればね、大方やりやすくなるかなと思うんですけど、まずできるだけ情報量を減らして知りたい情報にたどり着きやすくします。画面の中がごちゃごちゃだと目の動きがね大変になるので、できるだけ不要なものを取り除きましょう。こちら HUD 設定を開いて自分の中でいらないものを決めて消していきましょう。特に一番いらないのは目的情報です。クエストとか受けた時に出るやつなんですけど、これがだいぶ場所取っちゃうんで消してしまいましょうよと。そんなことするとクエスト進める時めちゃくちゃ面倒じゃないって思うと思うんですけど、これはマクロを組みましょう。このようにスラッシュ HUD スペース to do とマクロを組んでホットバーに設定しておけば、サクッとね情報をオンオフにできます。これで戦闘始まってから切り替えることで画面を広く使えて仲間の位置も把握しやすくなります。続いてバフデバフ欄を独立ということですが、ぶっちゃけこれしなくてもパーティーリストの方で見ればすぐに確認できます。
で確認するだけならそれでいいんですけど、バフデバフランを別途画面のどこかに表示させておくことで効果時間を確認することができます。例えば毒を受けて残り時間を確認して、まあ、それに合わせて行動が取れるようになります。で高難易度に挑まなければ厳密に確認しないといけないケースは少ないんですけど、高難易度とかだとめちゃくちゃね確認しないといけない場面があったりするんで、今後高難易度に挑むのであれば今からでも設定してデバフやバフを確認する癖をつけておくと、いざ挑んだ時にスムーズにクリアにつながる可能性は高いです。バフデバフランの独立の設定方法なんですけども、 HUD 設定を開いてステータス情報ですね、これどれでもいいんですけど、どれかいずれかをね選んでいただいて、まあ、今回はちょっとバフを選んで、選んだ後に右側に歯車みたいになります。これ個別 HUD 設定なんですけど、これを開いてこのようにねずらーっとあるんですけど、まずここにいっぱいあるんですけど、一つの HUD に表示するっていうことにすると、これ一つのね一覧に全部出ちゃうんでちょっと見づらいっていうことで3つ分割しますよってことで3つ分割します。で主にここではバフデバフとその他のデバフっていう3つの項目に分かれて、それぞれ別々で画面のどこかに好きなところに表示させることができると。大事なのは実はデバフが一番大事で、デバフはね大きく表示させて、画面の自分はね左側ですね、この部分に今表示するようにしています。戦闘中とっさにパッとねデバフがついた時にここに大きく表示されるので、まあ、見逃しにくいと。バフはこのようにねスキルを使うとこにずらーっと表示されてて、例えば味方がシナジーですね、攻撃力をアップさせるようなアビリティを使った時にここに表示されるんで、その時に合わせて強力な技を叩き込むというようなことを意識してやってます。あとは右上にその他のデバフ情報、これフリーカンパニーとかね所属してる人は常時テレポ割引とかなんかアクションの効果が出たりすると思うんですけど、それが右上にして極力画面の邪魔にならないようなところに置いています。あとはタンクなので緊急時に対応できるように HP も常にすぐ見れる位置か大きさがあるといいです。倒れそうなので無敵を使うという指標にもなるので割と重要です。あとはパーティー全体の様子を把握するにもパーティーリストを適切なサイズにしてすぐ見える位置に置きます。自分は画面全体見れるようにするために右下に置いてるんですけど、実は画面中央寄りにした方が目の移動が少ないので見やすかったりします。さらにバフデバフがリストの右側につくので、画面左側で中央寄りにするとバフデバフ欄、これパーティー全体がねかなり見やすくなります。これは自分のスタイルややりやすい見やすいと思った方に合わせれば OK です。あとはジョブごとに異なりますが、ナイトであればオースゲージの管理が大変なので、ゲージもすぐに確認できるように大きくしたりとかして無駄なくシェルトロンを使うようにしておくと、タンクとしての性能向上にもつながるのでおすすめです。といったように今回はタンクのね基本的な部分と HUD 設定などを解説しました。まあ、こうやって改めてみるとねやっぱタンクって考えなあかんこと多いなと思ったんですけども、まあ、基本は HUD 設定で自分がやりやすいようにやるっていうのが結局うまくなるってことだと思うので、よかったら試してみてください。ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。トラジローこんな感じに生きてゆくトラジロー運動。